皆さん、こんにちは。強い女子レーサーといえば誰を連想しますか？現役で活躍するボートレーサーは男女合わせて1600人を超えていますが、その中で女子レーサーはおよそ200人ほどです。ボートレースは体重や操縦技術の背景から平均的に見て女子より男子の方が成績が高い傾向にあります。ボートレースの最高峰である SG を制覇した女子レーサーは2024年7月現在までに遠藤恵美選手一人だけとなっています。ただ他の競技と比べて男女の力の差が少ないこともボートレースの特徴の一つで、男女でレースが完全に分かれている競輪などと違い、ボートレースでは女子が男子に混ざってレースを行うことも頻繁にあります。女子レーサーが男子レーサーに引けを取らないレースを見せて力で勝る男子選手に勝つということも少なくなく、その男女問わない戦いというのもボートレーサーの魅力の一つとされています。今回は女子レーサーの中で今後 SG を制覇できる可能性があると思われる強い女子レーサーについてまとめてみました。直近の SG 出場経験や勝率などをもとに、遠藤恵美選手の後を追って快挙を達成できそうな女子レーサーについて7人ほどご紹介したいと思います。1人目は田口節子選手です。田口節子選手は1981年1月14日生まれ、登録番号4050、岡山県出身で岡山支部に所属している。85期、現在 A1 級の女子ボートレーサーです。田口節子選手は1999年11月にボートレース下関でデビューを果たします。その後デビューからわずか1ヶ月、12月にはボートレース小島で行われた第14回岡山県モーターボート競争会会長杯争奪戦競争で6コース進入のトップスタートから豪快なまくりで盾を沈め初勝利を挙げています。その後田口節子選手は着実に実績を積みながらトップレーサーへの道を登っていきます。2001年4月12日にはボートレース若松で予選を勝ち進んで、なんとか優勝戦の6号艇を勝ち取り初優出を果たします。翌年2002年2月26日にはボートレース徳山で行われた G1 第15回 JAL 女子王座決定戦競争で G1 の舞台に初めて登場しました。この大会では勝利を挙げることができませんでしたが、翌年2003年3月4日ボートレース芦屋で行われた G1 第16回 JAL 女子王座へ決定戦競争で昨年の同大会で勝ちをつかめなかったリベンジを果たし G1 初勝利を飾りました。さらに2003年11月18日にはボートレース琵琶湖で行われた2003女子リーグ戦第19戦プリンセスカーニバルにおいて優勝戦の3号艇を勝ち取り、3コースから得意のまくりで悲願の初優勝を達成しました。その後も2005年3月にはボートレース大村で行われた G1 第18回 JAL 女子王座決定戦競争で G1 初優出を記録すると、5月24日にはボートレース常滑で行われた SG 第32回笹川賞で SG 初出走も果たします。 SG の舞台で勝利を挙げることができない状態が続きましたが、2007年には同じ笹川賞の舞台で SG 初勝利、ここでもリベンジを果たしています。その後も着実に勝利を積み重ね、2008年9月には通算500勝、2014年7月には通算1000勝、2022年1月には通算1500勝の節目も踏んでおり、すでにレジェンド級の女子レーサーと言っても過言ではありません。また2017年8月27日にはボートレース室で行われたスピーアール第2戦男女ダブル優勝戦での優勝で通算50優勝も達成しており、実績も十分に兼ね備えたレーサーです。そんな田口節子選手は2024年7月現在までに32回の SG 出場経験を持ち、勝率は少し劣るものの、すでに300回近く SG のレースを走っています。2023年にも SG に3回出場し、勝率 6.44 と安定した成績を残しています。 SG での一着率がやや低いため、
今後 SG では予選で船圏内をキープし、優勝戦まで進んで一発にかけるという戦い方ができれば、長年の選手経歴で培った技術をもってして田口節子選手が SG を制覇する可能性もあるかもしれません。2人目は守屋美穂選手です。守屋美穂選手は1989年1月20日生まれ、登録番号4482、岡山県出身で岡山支部に所属している101期、現在 A1 級の女子ボートレーサーです。守屋美穂選手は同じボートレーサーの守屋大地選手を兄に持ち、帝界の怪力美人レーサーと呼ばれています。そのニックネームの由来は、高校在学中にウェイトリフティングの選手として活躍していたことから来ており、守屋美穂選手自身は全国大会で優勝した経歴を持っています。その後ボートレーサーになるために養成所に入所し、リーグ戦第一戦で優勝、卒業記念競争でも3着に入り、リーグ戦勝率 6.76、 優出5回優勝1回と女子選手の中ではかなり優秀な成績を収めています。その後2007年11月にボートレース尼崎でデビューした守屋美穂選手は、デビュー戦は6着に終わるも、懸命に練習を重ね、少しずつレベルアップしていきます。2007年12月にはボートレース琵琶湖にてデビュー22走目という速さで初勝利を挙げ、少しずつ船圏に絡む機会を増やしていきました。2009年5月にはボートレース徳山で初優出、2012年2月にはボートレース多摩川で G1 初出場を果たします。その後2013年2月にボートレース鳴門で通算1000戦目という節目で初優勝を成し遂げ、同年には岡山支部の先輩レーサーである山口達也選手との結婚を発表しました。その後2014年5月にはボートレース福岡で行われた SG 第41回ボートレースオールスターに選出出場し、2015年には3級に入ります。1年と少しで復帰し、その後も多くのレースで優勝を重ね、ここ数年のオールスターでは必ず上位で選出される人気女子トップレーサーとなっています。そんな守屋美穂選手ですが、これまでに SG に20回出場した経験を持ち、1着25回勝率 6.55 とかなり安定した成績を残しています。男子に引けを取らないレースへの強気な姿勢と、まくり差しまくり差しを使える柔軟さは現代の女子レーサーの中でも随一と言われています。2023年にも女子レーサーの中で最多となる4回の SG 出場を経験し、勝率 7.74 とかなり高水準をキープしています。直近ではフライングなどで出場できるはずだった SG への出場が叶わなかったりと、トラブルが垣間見える守屋美穂選手ですが、実力的には女子レーサーの中で近況最も SG 制覇に近い存在と言えるでしょう。3人目は長島真希選手です。長島真希選手は1981年5月に18日生まれ、登録番号4190、静岡県出身で静岡支部に所属している91期、現在 A1 級の女子ボートレーサーです。長島真希選手は高校時代にバスケットボール部に所属しており、その部活の先輩であった大滝飛鳥選手の後を追ってボートレーサーの道を目指したそうです。当時の大和競艇学校時代にはリーグ戦勝率 5.97、 準優出4回優出1回と女子選手の中では優秀な成績を収めています。長島真希選手がデビューしたのは2002年11月12日ボートレース常滑で行われた一般戦で、結果は5着と健闘しました。その後2003年2月23日ボートレース琵琶湖で行われた一般戦にてデビュー56走目と早めのタイミングで初勝利を収め、水神祭を飾っています。その後は2005年12月17日にボートレース尼崎でデビュー初優出を記録すると、2007年3月にボートレース徳山での女子王座決定戦で G1 初出場、 G1 初勝利も成し遂げました。こうして着実に実績を積み重ねながらも、優勝という快挙からは遠くなっていた長島真希選手。ただ
2009年12月17日ボートレース尼崎で行われた女子リーグ戦において、デビューから約7年、インコースから逃げ切って念願の初優勝を成し遂げました。そしてトップレーサーの仲間入りを果たしてからも勝利を重ねていった長島真希選手は、2014年5月にボートレース福岡で行われた SG 第41回ボートレースオールスターで SG 初出走、 SG 初勝利も飾りました。そして2015年7月にはボートレース小島で通算500勝、2022年3月にはボートレース尼崎で通算1000勝も達成しています。そんな長島真希選手ですが、これまで19回の SG 出場経験を持ち、1着率はやや物足りないものの、勝率自体はかなり健闘している数字を残しています。ここ数年は勝率6から7点台をキープし、2023年にも3回の SG 出場を経験しています。 SG に出場するメンバーの中では勝率や成績はやや見劣りしますが、女子選手の中では優秀な地位をキープしており、モーターや展開の助けを借りれば一瞬の隙をつく技術の高い選手でもあるため、 SG 制覇の可能性はあると考えられます。4人目は遠藤恵美選手です。遠藤恵美選手は1988年2月19日生まれ、登録番号4502、滋賀県出身で滋賀支部に所属している102期、現在 A1 級の女子ボートレーサーです。遠藤恵美選手は姉に元ボートレーサーの遠藤由美さんを持ち、高校時代はソフトボール部に所属していたものの、姉からの勧めでボートレーサー養成所に入所しました。養成所時代のリーグ戦勝率は 3.92 で優出なしと目立たない成績でした。2008年5月にボートレース琵琶湖で開催された第30回さざ波賞でデビューを果たし、6着に終わるも完走する走りを見せました。その後2008年9月にボートレース琵琶湖で行われた日韓現代カップにおいて、6コースから抜きの決まり手で勝利を収め、デビューから41走目で初勝利をマークしました。またその翌年2009年12月にはボートレース丸亀で開催された定優ニュースアダムスキーカップ争奪男女ダブル優勝戦で初めて優出を記録するも、6着と悔しい結果に終わりました。それでも少しずつ技術を磨きながら成績も右肩上がりに向上していき、2012年11月にはボートレース鳴門で行われた男女ダブル優勝戦第15回日本財団会長賞で予選を勝ち進み、優勝戦では3コースからまくりを決めて初優勝を成し遂げました。デビューから優出11回目での優勝となりました。その後遠藤恵美選手は2013年にボートレース鳴門で G1 初出場、2015年にはボートレース蒲郡で行われた SG 第61回ボートレースメモリアルで SG 初出場をマークしています。さらに2017年には通算500勝を達成したのに加えて、同年12月からボートレース大村で開催された G1 第6回クイーンズクライマックスで G1 初優勝を成し遂げました。また賞金女王決定戦では史上初となる完全優勝という快挙も達成しました。そして遠藤恵美選手の代名詞といえる快挙が2022年に達成されます。2022年3月16日からボートレース大村で史上初のナイター開催となった SG 第57回ボートレースクラシック、この大会に遠藤恵美選手は出場し、予選を順調に勝ち進み SG 初優出を成し遂げます。そして優勝戦の1号艇という絶好枠を獲得した遠藤恵美選手は、名だたる男子レーサーの攻撃をかわし、インコースから逃げ切って勝利、自身の SG 初優勝とともに70年以上のボートレースの歴史の中で初めての女性 SG 覇者誕生という快挙を達成しました。そんな遠藤恵美選手はすでに唯一の SG 制覇をしていますが、もちろん2度目にも期待が持てる選手です。ボートレースファンは2人目の SG 覇者をという思いもあるかもしれませんが、 SG の出場回数、 SG を優勝したという唯一無二の経験値を考えると、
次の女性 SG 覇者に最も近い存在なのは遠藤恵美選手なのかもしれません。まだ年齢的にも引退や衰えを感じるタイミングではなく、今後また SG の舞台で暴れてくれるかもしれません。5人目は高田ひかる選手です。高田ひかる選手は1994年8月5日生まれ、登録番号4804、三重県出身で三重支部に所属している。113期、現在 A2 級の女子ボートレーサーです。高田ひかる選手は2013年11月にボートレース室で行われた3県の黒ニンニク雪国の力杯においてデビューを果たしました。デビュー当時なかなか勝利をつかむことができず、プロの世界でかなり厳しい状況に陥ってしまいます。それでも2015年3月にボートレース丸亀で行われた G3 オールレディース第23戦で6コースから豪快なまくりを決めて初勝利を収めると、このまくりという決まり手がその後の高田ひかる選手の大きな武器となっていきました。豪快なまくりという決まり手に活路を見出した高田ひかる選手は、その後2016年11月にボートレース室で行われた G3 ツオールレディースにおいて予選をオール船券絡みで勝ち進んで初優出を記録しました。優勝戦では選手責任の失格を取られてしまいました。初優出で初優勝はならなかったものの、その後も高田ひかる選手は自分なりのスタイルでレースの勝ち方を模索していきました。そして2018年5月30日ボートレース下関で行われた日本スポーツエージェントカップ男女ダブル優勝戦では再び予選をオール船券絡みで勝ち進み、優勝戦では1号艇からしっかり逃げ切って悲願の初優勝を成し遂げました。この活躍により2018年7月にボートレース桐生で行われた G1 第32回レディースチャンピオンで G1 の舞台に初めて登場し、2021年8月にはボートレース浜名湖で行われた G1 第35回レディースチャンピオンで G1 初優出と着実に実績を残していきました。そして高田ひかる選手が SG の舞台に躍り出たのは2022年5月ボートレース宮島で行われた SG 第49回ボートレースオールスターでした。攻撃的なまくりを武器にしてレースで勝利を量産する高田ひかる選手は一部のファンから大きな人気を得て、オールスターで SG 初出走、 SG 初勝利も収めました。そんな高田ひかる選手ですが、これまで4回の SG 出場経験を持ち、回数は少ないものの勝率は6点台、1着率も 12% とまずまず戦えている数字を残しています。普段の実績や成績的にはSG レーサーの中では物足りないように見えますが、技術やレース中の位置取りでどうしても男子レーサーに劣ってしまう女子レーサーにとっては、スタートで一発まくりで沈めたりスリットで優勢に運ぶということが勝ち切る一つの方法とも言えます。女子レーサーの中でも力強いスタートと強気なまくりに定評のある高田ひかる選手は、次の SG 覇者として風穴を開ける存在になりうるかもしれません。6人目は渡辺由美選手です。渡辺由美選手は1992年9月19日生まれ、登録番号4590、福岡県出身で福岡支部に所属している。105期、現在 A1 級の女子ボートレーサーです。渡辺由美選手は2009年11月20日にボートレース芦屋でデビューを果たしました。初出走は6着でしたが、スタートでは遅れることなく安定した速いスタートを決めてファンを驚かせました。デビューからしばらくは勝利をもぎ取れない苦しい日々が続いていましたが、デビューから約1年半後の2011年7月9日ボートレース桐生で行われた第11回 JLC 杯オール女子戦で6コースから豪快なまくりを決め、念願の初勝利を手にしました。そこから少しずつではありますが船券絡みの機会を増やし、2014年12月にはボートレース桐生で行われた G3 第47回サンケイスポーツ杯 G3 オールレディースで初優出、3コースから4着と健闘を見せました。また2015年8月にはボートレース丸亀で行われた
G1 第29回レディースチャンピオンにおいて G1 初出走、 G1 初勝利もマークしています。渡辺由美選手はその後勢いそのままに2016年1月にボートレース大村で行われた第12回夢の初優勝男女ダブル決定戦において予選を順調に勝ち進み、インコースから逃げ切って悲願の初優勝を成し遂げました。さらにステップアップした渡辺由美選手はその後も順調に成績を伸ばし続け、2023年5月にボートレース芦屋で行われた SG 第50回ボートレースオールスターに選出され SG 初出走を果たします。同大会では勝利を手にすることはできませんでしたが、翌年2024年5月にボートレース多摩川で行われた SG 第51回ボートレースオールスターでは成長した姿を見せ SG 初勝利も勝ち取っています。そんな渡辺由美選手はデビューから約14年ほど経っていますが、ここまで徐々にではあるものの右肩上がりに成績を上げてきており、少し晩成型ですが直近は勝率も6から7点台と好調です。これまで3回の SG 出場経験を持ち、出走回数は少ないながらもスタートが早く SG の舞台でも戦える片鱗を見せつつあります。今後の成長具合にもよりますが、近況また成長している姿を見せていることもあり、 SG の舞台では女子レーサーのダークホースとして期待が持たれています。7人目は倉持莉璃選手です。倉持莉璃選手は1993年10月1日生まれ、登録番号4825、茨城県出身で東京支部に所属している。114期、現在 B2 級の女子ボートレーサーです。倉持莉璃選手は現在産休でレースを欠場していますが、2024年3月に出産を終えた報告もされており、復帰が待たれている選手です。倉持莉璃選手は2014年5月にボートレース平和島で行われたミニボートピア黒い開設5周年記念でデビューを果たしました。デビュー戦ながら4着に入る健闘を見せ、スタートも安定して決まっていました。その後2015年9月にボートレース住之江で行われた G3 大阪スポーツ賞第27回アクアクイーンカップで5コースから抜きの決まり手で初勝利を挙げています。さらにその2年後2017年11月にはボートレース三国で行われたヴィーナスシリーズ第10戦三国プリンセスカップで予選を勝ち進み、初優出もマークしています。初めての優勝戦では6コース進入で展開がなかったものの、ここでも A 級選手相手に4着に入る健闘を見せました。この頃から勝率はぐんと伸びており、2018年7月にはボートレース桐生で行われた G1 第32回レディースチャンピオンで G1 初出走、2日目には G1 初勝利も記録しています。それでもしばらくの間優勝には届いていませんでした。ただ2022年1月ボートレース徳山で行われたマンスリーボートレース杯争奪男女ダブル優勝戦で予選を勝ち進んで優勝戦の3号艇を手にすると、優勝戦では3コースからコンマ01とスタートを決め、うちの艇を豪快にまくりに行き、最後には抜きの決まり手で悲願の初優勝を成し遂げました。この頃にはすでに勝率も6点台に乗せ、女子レーサーの中でも近況成長中のレーサーとして注目が集まっていました。また同年2022年5月にはボートレース宮島で行われた SG 第49回ボートレースオールスターに選出され、 SG 初出走、2日目には SG 初勝利も挙げています。さらにその1年後2023年5月にボートレース芦屋で行われたSG 第50回ボートレースオールスターではまた一つステップアップした姿を見せ、 SG 初優出も成し遂げました。そんな倉持莉璃選手ですが、産休に入る前は勝率7点台前後をマークし絶好調な姿を見せており、復帰した後の活躍に期待が持たれています。またこれまでに SG 出場経験は2回と少ないですが、その少ない出走回数でも実績は十分でSG レベルでも戦える素質を持っているようです。倉持莉璃選手の復帰後 SG を制覇してくれる可能性はあると言えるでしょう。いかがだったでしょうか。
今回は SG 優勝できそうな女子レーサーを7人ピックアップしてご紹介しました。まずは2人目の SG 優勝女子レーサーが誕生することに期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。